Ready? Go! Oh yeah, 先制スコア、サイモン・アサノクーリバリトラマンが1対1を仕掛けるワンポイント2対0はブラックサイモンエグゼコランチもう1回ローグして浅野の2もう一回サイモンのオフェンススコアバイクーリバリソロモンここはアイダントンチからキックアウトここも追加点はサイモン4対0ポンジファールフォーシュートファールになりますワンシャーワンポイント4対1振り抜きたわアゼーカーワンポイントアウトここはバイオレーションですこの2ポイントライン攻守交代の際ははっきりとレフリーに示さねばなりません曖昧なこの攻守交代のサインはこのように認められない場合がありますバイオレーションで相手ボールスコア5対2、3点リードブラックのサイモン・エグゼからリスタートナイスパス2面ゲイ守ってサイモンチェックHey!
いところ通してくるが、ここはショットクロックバイオレーションだ。バイオレーションが先、攻守入れ替わります。品川ボールからリスタート。ノーバースケ、ノーバースケ、シュート前のファールをコール。合わせる。ワンポイント。サイモン。エイワン。3点プレー、これで失礼、2ポイントプレーで7対43点差。もう一度武田へフェイドウェイ、連続スコア、武田の連続スコア、これで点差が詰まった2点差。挟む。では両一、わお2ポイント、パオエンワー。今度はやり返した浅野高振り。今季からこれは惜しいプレー。今季のディフェンス、これはグッディ、いいディフェンスでマイボールをゲット。これで9対8、1点差。さあ、詰まってきた。クイリバリソロモン。コース交代が成立。アイダントンジスコア。ポス、梅林からソロモンへ。わお、ナイスショット。エースの出羽良一、難しいショットを沈めて追加点、ツーポイント。12対10、リードは黒サイモンがキープ。ここでようやくプレーが止まります。5分を経過、ここでオフィシャルタイムアウトゴール。
12対10からリスタート。2ポイントリードはブラックのサイモン・エグゼ。そのサイモン、クーリバリ・ソロモン奪った。トラブッシュ、こらえる。ナイスパス、ヘイセー、グップレイ。今度は宇賀林、ストップから2ポイント。2ポイント、梅林のショット、もちろんカウントです。スコア14対11、これで3点リード。しかもファールがブルー。品川 CC ワイルドキャッツにコールでもう一度オフェンス。15対11、4点。さあ、ここディフェンスにも勢いが出てきたサイモン・エグゼイ。なんとか跳ね返したいところは湘南、失礼、品川。4点を追いかけるのはブルー。キック梅林。さあ湘南、バックドア来る。誰でしょう。3点差、ソロモン、梅林。サイモン・エグゼ、これが6ファールです。6つ目のファール、チープファール、7つ目からフリースローとなります。ロー、オーケー、2点差。こちらコラン、うん、ファールゴール。スローゲット。ワンポイント。スコア倍では両位置。2点差。ワン。自ら行く、ナイスショット。武田のスコア、これで2点差キープしてる。逆サイドまで通った。うう、ショットクロックバイオレーション。まもなく時計は残り2分の攻防。
浅野、アイダントンチのリバウンド、突っ込んできた、アイダントンチどうだ、オーファールゴールだ。サイモン、これが7ファール、7つ目のチームファール、すなわち2本のフリースロー。さあ同点のチャンス、2本目はメイク、1点差、17対16。これはミスコミュニケーション、チャンス到来、品川、ナイスパース、 OK、 同点、 It's a game、 さらがテンポアップ、残した、ボースコーン、逆転、ここで品川逆転に成功、ファールをコールです。品川、これがチームファール5つ目のファールをコール、タイムアウト、タイムアウトはブルー、品川 CC ワイルドキャッツ、タイムアウトコール、さあラスト、まもなくクライマックス、どっちが勝つ、ラスト1分、キックアウト、クーリバリソロマンがいく、スコアは同点、18対18、同点、40秒いく、トンジ吹っ飛ばした、おースコア、さあレッツゴー、クックッ、もう一回、えい、ドライブガライモン、さあ素晴らしいスコア、これで同点です、19対19、さらにボーナス1勝、えいえい、カパヨー勝、決めた、20点到達、20対19、さあこれで残りは 19.1 秒、21点でノックアウトか、それとも時計が先か、さあ参りましょう、楽しみなゲーム、みんなで拍手、クライマックス、カモン、中に入る、同点、20対20、取った方が勝ち、落ちる、どうだ、ここでタイムアップ、同点のままタイムアップです、ゲームは延長戦に参ります、さてオーバータイム 3x3、 見どころたっぷりの延長戦、ルールは簡単です、先に2点取ったチームの勝ちとなります、すなわち22点に到達したチームの勝利となります、またチームファールは継続です、次からのファールはすべてどちらがファールしても相手に2本のフリースローが与えられる状況です、ファールはできません、さあよー、もう1回
大きな見どころをみんなで拍手を盛り上げよう。カモン、試合を楽しもう。トンジ、まずは1点、21点。1点できた。さあ次、ともに次のスコアがゲームウィナーとなります。どうだー、ノックアウト。3x3exe スーパープレミア2022、本日のラストゲームご覧いただきましたように大接戦、延長戦22対11、品川 CC ワイルドキャッツエグゼ VS サイモンエグゼ、ナイスゲーム。まずは両チームに大きな拍手を。勝者は品川 CC。